すんのばす寿司屋通り、ひさご通り、オレンジ通り、通り通り、リオの街からハルバーグ、踊れサンバカリバーグ、エビバリ行きましょうよ。ありがとうございます。というわけで、ちょっと暑いですね。でもまだ梅雨明けてないですね。なんか、ちょっと暑さにちょっと、バテリングでございますけどね。皆さん、少しでしょうか。まだね、まだコロナも梅雨もなんかどんよりしておりますけれども、今日は元気にこの番組を進めていきたいと思います。ですね、6月1日の、コロナの一応緊急事態宣言明けからですね第1回が、先週ですね先週で何があった私の携帯ごめんなさい先週が、第1回が、歌舞伎役者の中村はしごさん、出て出演していただきましたけれどもねとても反響がありましてね歌舞伎体操なんかをやってみてるなっていう反響をいただきましたね橋本さん見てますか歌舞伎体操を私もちょっと取り入れてじりじりじりなんていうのをやったりなんかしていますけどなんかすごく体感にいいみたいでぜひねまた番組をもしもう一回ご覧になりたいということは YouTube チャンネルで、にじり夢中中村はしご登録していただきますと見ていただけますのでそちらの番組の方もぜひご覧ください。そして私の大好きな浅草21世紀お笑い浅草21世紀昨日、初日を迎えまして、もう本当に昨日ちょっと用事がありまして伺えなかったんですけど楽ぐらいにね伺えたらなと思ってるんですけどねものすごいソーシャルディスタンスに気を使って前から2列目までを客席を完全に封鎖いたしまして、皆さん交互に座っていただくようにして、ほぼ、好き好きですけれども満席みたいな感じにすごく気を使って全部アルコール消毒や体温などを全てやっているそうなのでもしもお笑いに飢えている方浅草21世紀私の大好きな、劇団です浅草21世紀浅草木馬亭でね昨日から始まっております日曜日まで、上映しておりますもう1回公演のみ1時公演のみでございますのでそちらの方もぜひお出かけくださいそれでは、ね、今日はね、はしごさんや中村はしごさんの山形の楽しい話がねたくさんありましたけれど、ね、またなんと今日も、バルーンアートの芸人さんのカルーア恵子ちゃんのお友達なんですがご紹介で、なんとまた山形ご出身のお笑いパフォーマーの方に今日ご出演いただくんですけれどもまずはですね今日もまた PV からご紹介したいと思います、それでは映像よろしいでしょうかお願いしますお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、というわけでございます。はいはい、あ大丈夫大丈夫大丈夫。なんか8歳頃のね、はい、TV が流れてしまったみたいですけども、はい、でもほとんど変わらないわけでございます。はいはい。いやいやいや、はい、でも私はこれがこの
を見たらすごい、はい、なんか絶対見に行きたいと思ったので、はい、あ、そうですか、すごくいいと思う、はい、あ、嬉しいです、良かったです、ありがとうございます、はい、今の、はい、あの最近のご活躍のを出す予定でございましたけど、はい、いやいや、大丈夫ですね、まあ、8歳なんで、まあ、今14歳でございますからね、はい、まあ、6年ぐらい前ですけども、はい、なんかでも本当にプロ の、はい、あの東京演芸協会に所属して、はい、プロ の、 あの演芸人として、はい、そうですね、はい、で実は親子さん、親子でございます、はい、親子でございます、はい、信じられないかもしれない、あれ名前いましたっけ、言ってない、まだ自己紹介、はい、一応自己紹介していいですか、はい、はい、もちろん、はい、もちろんやってください、はい、はい、私石黒三平と申します、よろしくお願いします、はい、そして、はい、私の名前は石黒四平と言います、どうもよろしくお願い申し上げます、はい、二人合わせてねペイペイでございます、いやキャッシュマネーじゃないですからねキャッシュマネーじゃないですからね、ありがとうございます、あ、そうです、あ、一応ね、あの名刺、名刺、あ、一応ね渡しますね、うん、ご挨拶、あー、あスプリンクラーになっちゃいますからね、やめていただきたいと思ってますけどもね、大丈夫ですね、あの、お笑いパフォーマーってことで、はい、最初はあの、はい、カルワさんからご紹介は、なんかマジシャンの方をご紹介してもいいですか、はい、とか、もうぜひお願いしますんで、はい、マジックもやるし、はい、曲芸もやるし、はい、それからなんかパントマイムとか、バルーンアートとか、はい、まあ、いろんなことやってます、もうね、はい、もう本当にあいろんなことをやってくださる、今日ね、なんかね、はい、実演もしてくださるってことなんですけど、ね、やらせていただきます、だけど、はい、あのまずはね、はい、この、お父様の三平さん、はい、なんかあの本当経歴を見せていただきましたら、はい、日大山形なんですね、出身山形でございます、で本当にこの前回の、はい、中村はしごさんも山形で、はい、あ、そうですか、で山形山形と続きまして、はい、ではしごさんは、はい、あの出汁は食べる、出汁は食べる、出汁食べますか、食べます私も大好きもうしょっちゅう出ますね、出汁、あの野菜をね細かく刻んで、はいはい、細かく切ってナス入れて、苗が入れて作れます、作れます、そんなもんですよ、でもでもあの出汁とか作る、なんかこうそのお醤油とか入れるんですか、醤油入れます、うん、あとはかつお節、かつお節、うん、もう本当に夏なんかあれはいいですよね、はい、ちょっと細かくもう切って、ね、うん、すいませんね、お料理の話になります、はい、とても美味しい、はい、よくはね、山形のね、山形の市内のご出身、市内です、はい、ね、西田山形ですもんね、はい、野球も強くてね、野球強いです、ね、はい、そうなんですよ、私もちょっと過去に思い出があるんですけど、はい、まあ、そんなこと話してると長くなっちゃうの で、はい、でそれからあの薬科大学に行かれて、はい、薬科大です、薬科ですよ、はい、皆さん分かりますか、薬科ですよ、以下薬科ですよ、はい、本当厄介な、厄介な、ありがとうございます、え、はい、え、その薬科大学に行かれたのはどうして行かれたんですか、あの子供の時から体が弱くって、ええ、本当医学部行きたかったんですよね、はあはあ、うん、やっぱり医学部やっぱり難しいんで、はい、ちょっと私立の方もねちょっとお金かかるんで、はい、うん、でも安いとこはやっぱりお金だからって、うん、やっぱり医学部どうしても一浪してやっぱりダメで、うん、あ、一浪されたんですか、しました、で医学部 のそういう国立とかを狙ってたんですか、あの私立の安いところはちょっとね、うん、あのいいとこ国語系がちょっとあんまりいいところでしょ、はい、いいところって K じゃないの、はい、K、いやそこまでそこのちょっと下あたり狙ってたんですけど、はい、そう、そのぐらいの再現な方でございますけれども、はい、その方がどうして、はい、あのこの世界に入られたっていうと、最初はなんかあれですか、あの経歴を拝見するとパントマイム、はい、パントマイムです、あ、うん、最初はやっぱり劇団です、劇団ですか、はい、どういう系の芝居だったんですか、どっちかというとアングラー系なんですが、へ、フランスコメディみたいなやってる、まあ劇団、吹きだまりって言ったら吹きだまりね知る人は知る、経歴って書いてあったのはその後ですか、あ、だからどっちかというと経営劇の範疇にも入る、ね、まあ、その辺は私経営劇と言わせてもらったんですけど、うん、フランス経営劇みたいな、はいはい、なんかおしゃれですね、はい、それでその後に前もで1年ぐらいやった頃、うん、やっぱりなんかそういう役者にしてもちょっと技術を身につけたいと思って、うんうんうん、でよくミニシアター、今ビデオなんかなかったんで、はい、昔僕はまあ30年前はないです、ね、はい、ミニシアターとかあったんですよ、高田馬場あたりで、はいはい、ミニシアター、深夜、はい、オールナイトで見たら、はい、あの時はチャップリンのやっぱり映画、はいはいはい、チャップリン、一晩中チャップリンやってるんですよ、ね、で見てた、見て、ああやってこうやって転んだりね、こう技術を見つけるとやっぱりね、それに役者としてもあれだな、あ、で滑舌がね、滑舌が悪いもんでね、うん、やっぱりその辺でちょっと役者としてあと鉛もあったんで今も抜けないです、うん、動きでやっぱり他の劇団に勝とうと思って、うん、そういうパントマイムの格好行ったんです、それでねパントマイムをね、はい、憧れの師匠、あ、ね、はい、あのマイムを5年ぐらい5年やりました、
でファントマイムの格好チャップリンみたいなね、ああいうコロコロコロああいうのやろうと思ったらマイムだったよね、うん、日本マイム研究所、はいはい、マイムファントマイム、はい、だいぶコロコロってんじゃなくてやっぱりこういうね、見えないものが見るとこういう、うんうん、まあ、こんな感じで、はい、でこれはこれでねちょっとチャップリンのイメージとは違ったんですけども、うん、これこれいろいろね、あ、こう紐を引っ張るとかこういろんな、ね、ことを私は勉強しますけど、おっとっとっと、はい、そういうのはあの四平さんはお父さんから習って、はい、父から、はい、まあそのマイムをやって、まあ、芸術にしたい、そこからこのこちらにこうなってはどう、でマイムをやっぱり5年くらいやりますと、ね、やっぱり生活したいなと思うようになりまして、うん、前もどうしてもこう芸術なんで、うん、食べれないみたいな、食べれないですよね。でもねこういう、うん、それこそ米山真央子さんとかね、うん、あれ人形ぶりがよく店頭で、うん、こういうのでちょっとバイト、まあ、仕事はあったんですけど、うん、やっぱりでも本当に食うのはなかなか難しいなと思って、うんうん、よしじゃあでちょっとやめさせていただきまして、それからまあ遊園地とかいろんなとこ行くようになりまして、遊園地で芸をやるんですよ、まあ、ただ遊びに行ってるみたいな感じで行ってますけど、ね、遊園地で芸をしてますからね、説明力が足りないから、ね、遊園地で芸をそれしてて、それ結構お金になった、アトラクションとして、はい、でその後にそういうなんかこう自分のそれをどうやってで遊園地だとやっぱりね、まあ、こういうのも来ましたけども、うん、やっぱりこういうばかりやっててもね、うん、もっともっとファミリーで来てますんで、うん、もっともっと楽しましたいなと思って、うん、マジックとかいろいろ覚えました。それはなんか師匠についたんですか、そうじゃなくて、うん、そういう師匠まで行かないんですが、僕はいろんな学校とかそういうレクチャーいろいろ受けていて、うん、もう独学でもいろいろ、今だったらね YouTube でどん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 ね、ネタバラシとか書いてで、曲芸なんかどうやって覚えたの、曲芸もね、師匠に、うん、鏡小次郎師匠という師匠がいらっしゃいまして、ね、うん、で仕事で呼んでいただきまして、うん、で師匠としてもこういう私日本の芸を勉強したいですと教えていただけますでしょうかって、そしたら弟子としてはダメだけど、うん、生徒としてはいいよって言った、うん、週1回遊びきなさいっていう感じで、うん、そういう一門に入るのはやっぱり、ね、一からちゃんとやらないと、うん、で傘回しとかいろいろ教えていただきまして、ね、はい、もうそれもあのお坊ちゃまもちゃんとね、伝承、はい、伝承ですね、地に一生懸命教わってまいりまして、はい、今ではもう全ての技を、ね、教えていただきできるようになりました。私も受ける前、うん、そうです、そういう感じです、ね、だってあれを本当覚えるの結構大変でしょ。いやでも自分はもう1年ぐらいで、あの父の教え方がうまいんで、うん、もうすごい、はい、早く、これも早いんですよ、僕結構苦労したの、僕30年、ね、中盤からこういう曲芸とかやったけど、やっぱり、うん、あ40近かったかな、もうやっぱ若いと ね、 なんかね、記憶力とかいいんで、うん、運動神経もいいんじゃない、いや運動神経はあんま良くないんですよね、いや運動はねやってないんですよ、部活とかも入ってないんで、芸はめちゃくちゃ得意なんですけど、それで自分で確立したところでお子さんがお生まれになって、はい、でお子さんにこういろいろ伝承してるってことで、あそうですね、はい、でもう3歳から舞台に、そうですね、3歳の時にあの父にあのさっきやったこういうパントマイムをこれ、ね、子供の時の映像が流れちゃったの、あれは3歳、ちょっと3歳ぐらいの映像も流れてますよね、あ流れてます、流れてます、ね、あれは舞台の、あれでも初舞台の映像ですかね、初舞台のやつとか、あれはどこだったんですか、あれは国立のなんか、あ立川のホールかなんかで、ね、初舞台をやりまして、でもその3歳ぐらいのこととか覚えてらっしゃる、覚えてますね、やっぱ父の芸をよくは劇場とか行って見に行ってて、うん、自分の父親すごいなってすごいなんか感心してて、うん、いやでこうお客さんを喜ばせるのってなんかすごいな、すごいな、すごい、うん、印象を受けまして、もう一回言って、もう一回、いや何すごいな、もう父にすごい、もう なんだっけ忘れちゃった、すごい印象を受けましてね、いやすごいなでいいよ、すごいな、すごいな、うん、というわけでございます、もう一回だけ、もう一回言って、もう一回、もういいよ言わなくて、もういやまあ、分かんなくなった、こっちも変なこと言うなかなか言われへんで、それで、うん、やっぱ父にずっと憧れて、うん、それで3歳の時自分からやらしてって言ったの、お父さん、はい、自分から教えてくださいっていろいろ頼んで、まあ初めは自主的ですか、自主、そうですね、それともお前やってみるかみたいな感じでやったら、それとも自主的、自主的、そうですね、かなり練習ね、星一徹みたいやらしてんだろうとかよく言われますけど、全然そういうのないですね、でね歌舞伎のねよくあるなんか、うん、そういうのじゃないですね、なんか持ってますよね彼ね、
父親の血を受け継いでるっていうか、だから多分両親のいい血を、ね、お母さんもお芝居やってらっしゃって、そうですね、両親のいい血を受け継いでるんじゃないですか。はい、受け継いでます、ねね、でもお芝居とかもやったらいいですよね。このお芝居、あの最近浅草東洋館でコント水戸黄門っていう、そういうなんかコントの芝居を最近やるようになってるんですけど、その写真がありましたけど、コント水戸黄門の写真、はい、最後の方に送った写真でありませんでしたか。あの私があの父親の敵を討つっていう、ね、江戸時代のすごい、うん、ってると思います、かっこいい芝居でございまして、原さんに送ったかしないかな、あるそうです、あるそうです、はい、ありました、こちらでございます。私これ刀持ってる、この刀持ってるイケメンな人が私でございまして、あとはみんなあの芸人さん、はい、あの私たち東京演芸協会っていう所属しておりまして、でそれぞれみんな一人一人芸、いろいろ芸やるんですが、何の役なんですか。これは私小太郎っていう役で、うん、あの父親が最上大膳っていう悪い男にこう殺されてしまって、でその父親の敵を討とうと、この小太郎が、その最上大膳を探して、うん、それでこれを見つけて殺そうとしてるシーンです。はい、敵を討つシーンです。でこれもなんかすごい真面目な芝居じゃなくて、ちょっとちょくちょく笑いも入ってる、すごいユニークな芝居になっておりまして、あのなんかこういう芝居を今月もなんかあるんですよね、はい、あ今月の28日、皆さん、はい、28日浅草東洋館であの、はい、やりますので、コント何時からですか。15時何分ですね。15時頃からですね。普通の公演が終わった後ってことですね。あそうです、あの28日は普通に自分も、うん、あの東洋館に出演して、普通にマジックとかも出ます、はい、私も出ます。お昼頃からの普通の公演にお出になって、12時スタートです、浅草東洋館。12時から、はい、東洋館、あの、はい、演芸ホールの4階にあります浅草フランス座東洋館です。浅草フランス座東洋館でございます、はいはいはい、皆さんぜひお越しいただければ、ここでなんかあの普通のゲームも見れるし、その後にまた一回出てから入るんですか、その芝居は。いえ、そのまんま、そのまんま見れます。そのまま見れるの、はい、途中で中入りっていうのはその後かな。そうですね、じゃあ演芸協会のいろんな芸人さん出てて、途中で石黒四平、うん、そしてまた芸人さん出てて石黒三平、そしてその後いろんな芸人さん出てて、で鳥の芸人さんが出た後に水戸黄門芝居っていう、あのついてるんですね。ついてる感じです。まあ、そのじゃあ2500円だか3000円だかの料金を払えば、もちろん全部芝居まで見れると、はい、そうです、本当お得な。で今出てるあの方も芸は芸でやってるんですよ、自分の、ねね、ネタっていうか、ねねね、ネタをやって、ね、今の侍日本さんとかね、あなってても、まあいろんなね、はい、芸人さんコント U2 とかね、いろんな、うん、まあ、この日はやってないけど、それぞれみんなピン芸、漫才とかでやってる方も、芸人さんがそういう方がまた練習してこうやってお芝居。28日日曜日の お,、はい、お昼何時ですか。お昼12時開演でございまして、で私が確か1時頃からだったかな、1時頃から自分の10分間ステージがありまして、はい、で三平師匠も2時頃からピンで出演するって感じで、はい、です。皆さんピンってこいじゃないですよ。東洋館に28日はいかがでしょうか、はい、ぜひ28日お待ちしてもらってか、はい、東洋館といえば、はい、東洋館で、はい、あのやってなんか、お二人でやった回があるんですってね、なんか大鳥。あそうですね、だから演芸協会に入った時はずっと二人でこうやってたんですけど、うん、だんだん慣れてきたらあのそれぞれあのピンでやろうってことになって、お二人でやった映像があるんですか。あそうですね、まだあの、はい、演芸協会に入ったばっかりの時の映像でございます。だちっちゃいですよ、入ったばっかりの、入ったばっかりの小4ですかね、小学校4年生の私、4年の時の映像があるみたいなんですが、はい、流れますでしょうか。ありますか、うん、あの結構若々しいんで、あの声もね、まだ声変わりしてない。三平と申します。今日は、ね、親子でちょっとやらせていただきます。はい、これ結構多いです。ありがとうございます。
リーグ、はい、回ってます。はい、お金が回ってます。このゲームを見るとお金回りがよくしますというわけでございましてね、若い頃の私を見ていただきましたけど、今も若いですけど、まだシワもない時のね私でございまして、いや流れがあっという間ですよ本当ね。これは4年生、4年生でございます。今中3なんで、何年前だ、6年前ですね。中学だとさ、小学校や中学校人気者でしょ。まあそうですね、小学校の頃はすごい、人気者でした。ねえ、じゃあ中学に入るとちょっといろいろと規制が出てきまして、例えばマジックやっちゃいけないとか、あとちょっとやったら先生に怒られたりとかしちゃって、ちょっと中学校ではちょっとなんていうの、陰キャでちょっと静かな感じでやっております。静かにしてる。小学校の頃はもうすごいねマジックたくさんやって、いろんな先生たちとかいろんな人喜ばしてました、ね、もうダメなんですよ中学は。なんか、うん、中学そうですか、厳しい中学に入ってしまいました。あれなの、普通の中学ですか。普通の中学なんですけど、ちょっと先生たちがちょっとね怖い方ばっかりで、ね、こんな才能を持ってる人がいるんだから、どんどんそのね、皆さんも刺激になると思うんだけどな。この頭もね注意されましたね、この頭も。中学校初日この髪型で行ったんですよ。そしたらもう先生にカンカンに怒られて、ジェルいっぱいくっつけて、はい、ジェルいっぱいくっつけてちょっとジェルもかかったなって感じで、今だけ古いすぎません、古臭い古臭いで、ちょっとね昭和天皇みたいだってよく言われるんですよ、なんかすごい楽しい。なんか今日は、はい、いいんですか、いきなり振っちゃってもなんか、はい、なんか見せてくださるって言って、マジックですか、はい、うん、いいですか、いいですか、はい、じゃあちょこっとだけ一つか二つぐらいやってもいいですか。じゃあ頑張ってください、いきます、はい、はい、ちょっと顔の毛です、ちょっとねこっちから、はい、あ、こっちのカメラでいきます、はい、いきますよ、はい、これ一本の割り箸がございます、割り箸を目に入れます、いやー、ありがとうございます、完璧で入ってますよ。見えます、もう一回いきます、はい、今度鼻から、よー、弟子入りしようかな。あ、これできます、できます、できます。ありがとうございます。じゃあ今度は右から、おいよー、いやー、あれでも作れないよ、お、張り切っちゃっております、張り切っちゃっております、はい、はい、よー、よー、もうぐちゃぐちゃで、もう至る所が引き出さってあります、はい、ありがとうございます、面白い、面白い、よいしょー、はい、ありがとうございます。ちょっと失敗しちゃった、ありがとうございます。すごい面白い、こんなの学校でやったらもう人気者ね、人気者ですね、いや、じゃあもう一つ言いますか。じゃあ三平さん一つか二つ、ちょっと真面目な芸でもいいですかね、でも笑えないんですけど、ちょっとネタ探しして、何でもまだ大丈夫ですか、時間やっても全然大丈夫ですよ、まずですか、じゃあちょっと、あ、これやりましょう、番組を見ているお客様にも参加していただきます、はい、お、いいですか、皆様いいですか、はい、いいです、よろしいですか、はい、お客様の、お客様の上の視聴者の皆様の心を読みます、お、はい、視聴者の心を読む、あれ、あれですか、あれはテレビあれですね、はい、視聴者皆様の心を読みます、はい、これはすごいですよ、もう、はい、はい、いいですか、はい、はい、はい、一緒にやってくださいね、はい、はい、はい、いいですか、心を読みます、はい、1から10までの数字のうちの一つを頭に思い浮かべてください。1から10の中で好きな数字を頭に思い浮かべます。思い浮かべました、はい、見てる方も思い浮かべました、はい、思い浮かべます、忘れないでくださいよ、はい、はい、美香さんも思いました、思います、はい、じゃあその数字をね、えっ、2倍してください、はい、2倍、はい、皆さんできましたか、ですか、2倍した、2倍したらその2倍した数字に6を足してください、6を足す、すいませんね、ちゃんと2
2倍した数字に6を足しました、はい、6を足したらと、その6を足した数字をまた2で割ってください。2で割る、はい、なんか複雑ですけどもね、はい、もうちょっとですからすいませんね皆さんね、はい、2で割りました、はい、これで最後、はい、2で割ったらその2で割った数字から、はい、最初に思った数字を引いてください、ね、最初1から10の中で思っていただいた数字を引く、引く、これで終わりです。はい、引きました、引きました、うん、大丈夫ですか K さん、はいはい、その数字を強く思い浮かべてください。頭に思い浮かべるだけです。強く思い浮かべてください。思い浮かべた。さあ、皆様の心を私読みます。オーマイガー！ブランカーも通して読みます。はい、来ました、はい。その数字はズバリ 3！ 3。当たった。当たり。視聴者の皆さんどうですか ?3 ですか。はい、はい、ありがとうございました。あ、ディレクターの方も大丈夫ですか、3でした、 ありがとうございます。ちなみに3じゃなかった方いますか、うん、3じゃなかった方、ね、視聴者の皆様 で、3じゃなかった方は三平さんのメッセンジャーに文句言ってください。3じゃなかった方は、うん、計算間違った人です。ちゃんとよろしくお願いします。私本当弱いわそういう数学で。あ、すいません、ちょっとね。あ、でもすごいですね。三でしたね。三でした。あ、よかったよかった。ちゃんと。じゃあ私もう一つだけやっていいですか。もちろんもちろん。すいません、マジックでどんどんやりますよ。はい、ちょっと小道具がいっぱいありましてね。わあ、すごい。もう一日やってますからね、もうね。これあ、ちょっと言いますよ。はい。調子乗っちゃうとね。じゃあこれもなんか。カメラがいいかな。はい。はい、本日はこれね、ロープを持ってまいりました。はい、皆さん頑張ってよ。ロープと、はい、これリングでございます。ちょっとインチキ臭いんですけどもね、はい、こうね硬い。リンゴを持ってまいりました。大丈夫、アップすぎないこれ大丈夫。ロープとリンゴを貫通させます。はい。いきますよ。こう貫通します。はい。ワン、デュー、あー、お、完璧です。お、完璧にこれロープ貫通してますよ。ありがとうござる。さあ、どんどんいきますよ。近くないですか、大丈夫。大丈夫、大丈夫。はい。いきます。はい、今度は一瞬で取ります。はい。完璧、貫通してますよ。はい。ワン、デュー、おら。ありがとうございまーす。皆様いかがでしょうか。ではね、今度はリングをロープにこうくぐらせるんでございますね。下がっていいんじゃない、見える、見える、そうかな、はい、はい、じゃあ下がります、で、こう貫通してますね、いきます、ワン、ツー、スリー、よいしょ、よはい、一瞬でね、こう結ばれちゃうんですよ。近い、もちろん、もちろん、もちろん。あ、そうですか、ちょっと最近ね、声変わりで声がちょっと枯れてますけどね、よろしくお願いします、完璧に結ばれてますよ。でもね、一瞬で取るんです。はい、完璧に結ばれております、いきますよ。ちょっと待って、やり方忘れちゃったら大丈夫かな、こうかな、いきますよ、あーぽん、ありがとうございます、取りました。ちょっと失敗しちゃったんですけどもね、ほとんど成功でござるよ。ありがとうございました。すごい、これ相当練習するんでしょ、これ。そうですね、練習にしまして、ちょっとね、テクニック使う技ですからね、ちょっと失敗してしまいましたけどもね、まあ、ほとんど成功、ありがとうございます。それでもってなんでカードがあるんですか。あ、これいいですか。これちょっとね、落ちにぴったりかなと思ってちょっとやります。どうしようかな、じゃあこっちのカメラでやろうかな、うん、はい、本日はね、3枚のこれ、ミカさん見えない、ミカさん見えない、大丈夫、はい、3枚のテレビ見てます。ミカさん、テレビ見てね、はい、こっち見ませんから。はい、3枚のね、トランプを持ってまいりました。はい、ね、じゃあミカ様、はい、はい、この3枚のカード何のカードか分かりますか。分かりません。分かりません、はい、このカード分かりませんでございます。素晴らしい、当てましたよ、ミカさん、ありがとうございます。分かりません、一番下も分かりません、はい、一番上も分かりません、すべてのカードが分かりませんでございます。すごいですね。でも分かりませんのカードにお間違い、くるりんぱ、そうするとなんと変わります、変わります。ありがとうございます、完璧に変わってますよ、一番下も一番上もすべてのカードが変わります。それではね、なんかちょっとダメな、ちょっといまいちだったみたいなんでね、最後は私からのメッセージをメッセージいただきたいと思います。くるりんぱ、そうすると、はい、ありがとうございます。拍手でございますね。どうもありがとうございました。なんか私一人でこんな楽しませていただいちゃってよろしいのかしら。いや、全然大丈夫でございますよ。いや、ちょっとちょ生放送でテンパってますけどもね。ちょっとね。ね、結構今日ね、みんなに言ったから生で見てくれてると思いますよ。ありがとうございます。ございます。はい。はい。ね、じゃあここでちょっとはい、提供のビーガンストアさんの。ビーガンストア。はい。ビーガンってご存知ですか。
ビーガンってなんだっけ。ビーガンってあベジタリアンってわかりますか。ベジタリアンわかります。はい、野菜。あのビーガンってのはもっとあの食べるものがあのお肉食べない、お魚食べない、卵食べないで、結構なんていうのかな、食べ野菜は食べます。でうーん、ほとんど野菜とかそういうもので作ったもので、あの例えばお肉のお肉をのように作った代替肉みたいな、植物由来の代替肉とかそういうのなんですけど、こんなね、おいしあのこの間もご紹介いたしました。これはハンバーガー。はい、あのハンバーガー、オムニーポークってね、オムニーポーク、はい、これは全然お肉は入っておりません。入ってないんですか。はい、大豆とエンドウ豆と椎茸。ハンバーガーっていうとね、お肉入ってるイメージですね。これはね、だからこれは大豆とエンドウ豆と椎茸でできてる香港由来のね、あの植物由来の、代替肉なんですけど、このお肉がね、今ねお肉の方もあの、冷凍で、ビーガンストアさんの方で、浅草かっぱ橋のビーガンストアさんの方で販売している。あ、そうですか。あの、今まであのハンバーガーをあれ推奨しておりましたけど、はい、お肉の方も売っておりますということで、なんかものすごいいろいろ今ホテルさんとかそういうところでもね、あのオムニポークのハンバーガーとか、オムニポークのハンバーグライスとか、なんかそういうちょっとそのヘルシーなもの、肉よりもまたお野菜で作られたこういう、本当に私食べた、あのいただいたんですけど、お肉と錯覚するぐらいの味ですね。じゃあ今度食べてみます。はい、ぜひぜひ、はい、あのあれしてください。それでその他にオムニポークを使った今ねジャージャー麺がおすすめだそうです。ジャージャー麺。でジャージャー麺もあの、ポークはオムニポークで作ってやってますっていうことで、とてもあの普通に中華料理店で食べるジャージャー麺と何変わりないような味わいらしいですよ。あ、そうですか。ジャージャー麺も今度あのいただいてみたいなと思ってるんですけど、あとその他にいろいろトッピングで卵は食べないんですけど、ビーガンさんは、私はビーガンではないのかいただきますけど、あの卵にお物置に作ったあの食べたことあるんですけど、もう本当の卵の黄身って感じのあのもの、ちょっと製法はあの特許なんでちょっと秘密ってことなんですけど、それも植物由来で作っているものなんですけど、そのトッピングも今あの、低価格で一応100円でトッピングできる。100円、100円なら何か、うん、あのそジャージャー麺にトッピングしたりバーガーにトッピングしたり何にでもトッピングできますということで、今レストランの方もですね、営業の方がですね、営業時間がまた変わりまして、本来は朝6時から夜11時っていう営業なんですけど、はい、今コロナで、ずっと営業を短縮しておりましたが少し、伸ばしまして午前11時から営業になりました。11時から、午後の9時、私書いたのに9時だったでしょうか。ちょっと後でホームページをきっちり確認して、9時10時だったらちょっとすいません、なんかちょっと度忘れしてしまいました。朝は11時からオープンだそうです。夜は多分9時だったと思います。あとで、Facebook ページに貼り付けさせていただきますけれども、営業時間が変わっております。ヴィーガンストアさんなんですけど、今日ねちょっとね、はい、あの大私ちょっとヴィーガンストアさんで売ってるんですけど、あのルーロージャンっていうんですけど、ルーローハンって普通あの豚肉のあのこうわーって乗ってる台湾の今流行ってるじゃないですか、ルーローハンって、はいはい、それのあのビーガンとかベジタリアンバージョンで、マッシュルームとか小麦粉、大豆で作ってる、大豆小麦粉マッシュルームとかで作ってる、マッシュルームはいで作ってるあれなんですけど、本当にルーローハンの味わいっていうぐらいにこう美味しいんですよ。であのちょっと一口代表して四平さん食べてみません？ああそうですか。ああお金払わなきゃいけない。好き嫌い多い？好き嫌い多い？多分大丈夫です。あの家で食べてるのどっちでも出てる。これがね、このお豆腐なんかに乗っけても美味しい。ちょっとにしようね。そう。いやもしお口に合わないといけないから、ちょっと一口食べてみて。これいいですか？うん、じゃあいただきまーす。なんか いけるんですよ。あ、うまい？ダメ？いや美味しいです。ああめちゃくちゃ美味しい。本当？あれなんかお肉じゃないですかこれ。肉じゃないんですよ。肉だと思うでしょ。いいとこついてくれた。肉じゃないんだ。肉じゃないの。味がもう肉。肉。でこれね炒め物に入れてもいいですけどね、ご飯とかお豆腐にのせたりとかで、ね、麺にのせたりとか、ね。あ、ご飯にぴったりですね。そう。でねお豆腐にのせたら結構美味しかった。そぼろの肉みたいな。で味はもう肉なの。あ、まあもうなんかプーンと匂いで分かった。そう。
そぼろみたいな感じでね、なんか大丈夫でしょ、大丈夫いいでしょ、うん、でこれこんな美味しいとは思わなかった、とてもヘルシーだし、うんうん、味もいいし、でいろんなものを売ってるんですけど、私が今あのハマってるのはあのいつも紹介してます米乳百楽っていうあの米の牛乳、米のミルクですが、ミルクだから牛は使ってないんですね、米のミルクと米のヨーグルトを売ってるんですけど、それがハマってまして、それと今これがハマってて、あと調味料ではあのアガペシロップとかあのデーツシロップとか、すごくちょっと高級なあの甘味料なんですが、お砂糖の代わりにちょっと入れ、お砂糖、白砂糖はちょっとあんまり体に良くないっていうなんか思っているので、ちょっとそういうシロップであの煮物なんかを味付けたりとかしているので、なるほど、そんなものもあるので、要するにビーガンじゃない方でもビーガンストアにぜひ足を、うん、入れ、じゃあ今度買いに行きます、 そう、はい、それで食べてダイエットします、全然ダイエットは僕よ、ダイエット、あのビーガンでない方にもあのぜひね、ビーガンストアはいろんなものをあの扱っておりますのでね、はい、あのぜひ浅草かっぱ橋の本通りにございます、浅草ビーガンストアさんあの提供でお送りいたしております、ビーガンのお話はじゃあこの辺で、わかりました、じゃあ今度買いに行きます、また戻りますが、はい、いい、本当にいい匂いしてね、うん、これ食べかけで失礼で何かが差し上げます、ありがとうございます、でもあんまり美味しくないでしょ、いや美味しかったです、めちゃくちゃ、ちゃんと新しいのあげましょうね、いや牛肉でした、うんうん、ね、はい、そうだから肉みたいなんですよね、なんか、それで私は今あの一番聞きたいと思ってたことは、はい、ヨンペイさん の、 あの YouTube、はい、でパッと見たら1万飛び6000とか1万8000人でした、そう、まあ、9000って言ってたよ、ね、あ、そうだね、さ日に日にすごいことになっていってて、そうですね、なんか私もびっくりしました、なんか YouTube 始めたのはいつですか、 YouTube 始めたのは2017年の、6月31日だったと思います、2017年、はい、それで本当は YouTube はあの始める予定じゃなかったんですけど、うん、あの父が2011年から結構前からね、はい、YouTube 結構やってて、うん、でヨンペイもどうだって言われたんでちょっと始めさせていただいて、え、それって小学生の頃、小学校4年生ですね、だからそれで自分で操作できたわけ、自分で、はい、編集と、あ、あのその時はまだ父が編集をやってくれてまして、で編集を始めたのは中学校になってからでしょ、パソコン買ってからだから、うん、編集したの卒業式の日に自分でパソコンを買いまして、ね、それで編集どんどん覚えていきまして、その前は全部チーがやってくれてました、すごいですね、でついこの間まで100人ぐらいだったんですよ、120人とか、うん、それがテレビの月曜から夜更かしっていう日テレの番組にちょこっとご出演したら、うん、おでんなったね、ボーンと伸びていきまして、うん、それで600人、1000人、2000人、それであっという間に1万人、 YouTube をやっていますってその番組でおっしゃったの、いや、やってないんですよ、なんかあ、やってないんですけど、なんか、あ、名前を言ったんで、多分それで検索していただいたんだと思います。へ今なんとね、1万を超えてるんですよ。うん、私でもびっくりです、本当に。だからここ数ヶ月でドドッと増えたんですか？ここ、うん、ここ1ヶ月間ですね。そうなんです。まさかこんな早く伸びるとは思わなかった。この番組ももしかしてたくさんの方が見ていただけると思うと、感謝感謝でございます、はい、よければ4ペイチャンネル見ていただけると ね、4ペイチャンネルと 3ペイチャンネル両方登録してください、ね、3ペイチャンネルはちょっと登録者が少なくて困ってるんですよ ね、ぜひ3ペイチャンネルお願いします、結構ダブってるかもしれないけど、でも違うのもありますから、そうですね、ダブってない、そう、ね、ダブってないな、ダブってるところもあるけど、うん、そう、うん、すごいですね、これはもうその5年間 の、 そのマイムの修行の賜物ですよね。そうですね。もち、うん、結構長年やってるよね、この芸ね。僕は長くやってます。うちに教わって、うん、こういう。サザンからやとね、最近。あんまりね。敬老会ぐらいしか知らなくなってきてね、ちょっとあれ。サザンからね。前ほどやらない。昔はタイムリーだったね。うん、だ最近の。他の曲のレパートリーもあるんですか、うん、作ったんですけどね、やっぱりこれに勝るものがなかなかなくて。これ受けますね、やっぱね。だ最近はちょっとね、最近流行ってる曲とかで、ちょっとそういうネタもやりたい。さっきからずっと気になってるんですけど、はい、このなんかカラフルな屏風があるんですけど、ちょっと見えますかね、まあ、カラフルな屏風ここにあるんですけど、あれ、あ、これ気になってました、これでもしかして私はすごい、あのいいポジションにいるな、いいポジションなんですけどね、ね、私これじゃあやっていいですか、ね、これはね、すごい道具なんですよ、これお待ち台が来るだけで一瞬でここにエスカレーターができるというね、はい、すごい道具を持ってまいりました、イルージョンマジックなんですよね、イルージョン、はい、イルージョン、大丈夫ですかこの幅で、もうちょっとマイクを、そうですね、うん、ちょっとね2人通れる、はい、それではいきます、はい、はい、どうぞ、ここにイルージョンマジック、最初師匠から、はい、エスカレーターができる、ちょっと待って、ちょっと待って、それ移動するそうです、はい、いいですか、はい、行きます、
一番いいとこですからね。はい、はい、いきますよ。すいません、はい、マジック。えい、あ、ここにもエスカレーターができております。はい、いきますよ。はい、降ります。よいしょ。よいしょ。ありがとうございます。こんな拍手いただきましたから2人で行きます。はい、アンコールが始まりました。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあこんな拍手いただきましたからもう一回いただきますか。じゃあ今大丈夫、はい、いただきます。よいしょ。あ、ちょっと行きましょう。このエレベーター。エレベーター。はい、エレベーター。カチャ。ありがとうございます。飛行場の調子に乗ってきました。飛行場なんかにあります。動くほど。乗ってるだけでさーっと動くやつ。行きます。はい、行くほど。狭くてちょっと、ね、狭くて、ね、最後エスカレーターが、ね、故障します。故障、はい、はい、こんなことじゃいけませんけどね。エスカレーター故障いきますよ。あら、あら、おかしいな、これ。なんで戻っちゃうのしょうがないので階段で降ります。これはもうしょうがないのね、はいはい、階段で降りますよ。一緒って分かんだなんでちょっと待って、階段だ。ちょっと大丈夫？あら、ダメだ。あら、あ、すみません。これ以上発展がないので、はい、拍手をいただかないと。はい、いつまでもやんなくちゃいけないんです。じゃあお待ちなりかけますよ。ルビンパ。そうするとエスカレーターも何にもなくなりました。どうもありがとうございます。いや、結構大丈夫もね。すごい、すごい。オレオンさん、あそこでもすごいって言ってもらって、いいポジションで見せていただきました。私と最高のポジションで見せていただきました。もう感動しました。いや嬉しいです、これ喜んでいただきました。28日東洋館に行こう。あ、ぜひ皆様お越しください。よろしくお願いします。やってみませんか。やってみません、やってみない。エスカレーターやりませんか。せっかくなんで、はい、どうやって今日ぐらいしかできません。このスカート履いてるといいかも。お、ね、もうこれ乗って足を伸ばしてこれだけですか。足を伸ばしてこれだけです。もうどうも、はい、金明かしちゃってます。では、アミコさんが挑戦いたします。いきますよ。はい、どうぞ。うまい。あー、もう疲れてる。エスカレーターがご勝しました。まだ上がってくると、上がってくると。はい、上がってくる。よいしょ。うまいね、痛い痛い。まあ、きつい。これすごい運動、スクワットよりすごい。はい、でも、始めだ。おうおう、いや、ほんとさすがです。スクワットよりすごいですね、これ。あ、そうですね、これスクワットがいい。だからやっぱり運動っていうか、こうすごい筋力を鍛えてる、まだ。そうですね、体力を、ね、だから若いから全然ほら何のやれればいいんですけど、もうあれですよね、結構腰痛とかね、最近言ってます。あ、でもこればっかりやってますからね。まあ30年やってればだいぶ痛くなった。筋肉がつくんだと思いますね。いい筋肉がね、うん。まあ、というわけでもすごいいろいろ見せていただいちゃってすいません。いや、私すごくいい あのポジションで、はい、あの見せていただいちゃって感動しちゃってるんですけど、ね、いや嬉しいです。あと、まあ、これからあの、和倉温泉、はい、あの金沢の、和倉温泉加賀屋さん、加賀屋さん、はい、そこには大体何月ぐらいとかどんなペースでお出になってらっしゃるんですか。大体正月とか夏休みとか、正月夏休みの5月の連休とか、ええ、はい、でも今ねちょっとコロナでね、あれですけどね。そうですね、4月いっぱいいたんですけどね、生活自粛 で今度また9月から行く予定ですので。9月から。そうですか、はい、あの加賀屋さん、あ、ごめん7月の20日から。あの、ね、ちゃんとした情報を言ってください。インスタグラム あのお写真がね、きっとパッと写し映るかな。ね、おインスタグラムの写真が、ね、どんな写真でしょう。あの二人でね、あのインスタグラム、はい、あのですね、あ、ありました、これこれ加賀屋さんの写真ね、二、はい、人合わせてペイペイ、よく夏休み一緒にやってるんですけど ね、すごいですね、加賀スタグラム。あの見てる皆さん、視聴者の皆さん、加賀屋さんに予約するとき、石黒三平四平の知り合いだって言ってください、はい、そうするとね、あ、そうですかって言われますから当たり前ですよ
でも一応なんかね刺身一品ぐらいね、いただけるかもしれませんのでね、一応行ってみたらいいんじゃないでしょうかね、はい、ちょっとわかんないですけどそれは向こうの事情です。あなんか浅草のねあのいろんな人たちと写って写真とかもいただいてたんですけど、ああもうパンパンと出ましたね。時間があればちょこっと写真も出していただきたいと思います。あ、これはさっきの、ね、美しい写真。あこれ金谷さんのね、私の顔邪魔ですけどね。いや邪魔じゃないです。もう誤解です。ちょっと、マキシン実証ですね。はい、あ三平さんがまだ若い頃の写真でございます。前の会長です。イケメンです。前会長、はい。生みおじさん、パーラー吉松さん。まあいろんな。じゃこれはさっきのね。28日やりますんで出ますんで出てください。これ出ました。あじゃあこれね、浅草さんです。ぶっちゃに。これあの。河野さんね。河野さん。今の会長ベートーベン鈴木。ベートーベン鈴木さんね。はい。はい。というわけでございましてこんな感じで。もう本当に喋り足りないぐらいにとか、はい、もう見て感動しました。いや楽しかったです本日は。ね。石黒三平四平さんありがとうございました。ありがとうございました。よいしょー。ありがとうございます。はい。ふう。ありがとうございます。Viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens.